こんにちは、ミニマリストミニオンとトイプードルのジャスミンです。本日は私の投資成績公開ということで、私は2018年からインデックス投資を始めています。これで始めてもう丸4年経って今5年目ということになっていますので、なのでですね、最近投資を始めたよって方はですね、自分が将来どういう道を歩むのかっていうのがね、分かりづらくて不安なこともあると思います。特に今ですね、 FOMC で利上げが決定したっていうのもあって、株価がね大きく下がってるので不安もあるよって方もいらっしゃると思います。私はもうですね、もうすでにですね、なんか始めた頃になんかいろんななんとかショックとか、特にコロナショックもね経験しておりますので、そこから今どういう風にねなってるかっていうのを参考になるかと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただければと思います。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日はですね、毎月の投資実績の公開です。皆さんもですね、最近株価落ちていますけど、どうしてますか？なんかこんな気持ちで頑張ってるよとか、追加投資しちゃったよとか、あればですね、皆さんのお気持ちをですね、コメント欄に書いてください。私はね、もう結構始めて時が経っちゃったから、割と鈍っちゃってるんですけどね、最近始めたばっかりの方はいろいろ動揺があると思いますので、ぜひ教えていただければと思います。また私は月に1回交流会を開いています。お茶会みたいな感じでですね、楽しくワイワイお話ししています。皆さん一人で来られる方が多くて、20代から60代の男性女性幅広くいらっしゃいます。投資やミニマリズムについて語れる仲間がいますので、ぜひいらしてもらえればと思います。こちらは毎月月の頭にですね、月初に募集となっております。今までコミュニティ欄で直接募集していたんですけど、そうするとですね、コミュニティ欄にこう貼っついていけないとか、あとコミュニティ欄が流れてしまうっていうのがありましたので、 LINE アットを作成しましたので、こちらの LINE アットを登録いただければですね、交流会の募集が来たら通知が飛ぶようになります。これで流れないようになりますので、ぜひこちらね、概要欄にも載せておきますので、交流会参加したいよっていう方は LINE アットに登録いただいてお待ちいただければと思います。毎月ですね、1週間以内ぐらいには満員になってしまいますので、通知が来たら早めに申し込んでいただければと思います。それでは本題いってみましょう。はい。まず私は2018年から投資を始めました。きっかけはですね、山崎はじめ先生のお金の増やし方を教えてくださいっていう本を読んだのがきっかけですね。友達がご飯の約束に遅刻して何時間か待たされたんで、この本が本屋さんで平積みされてたんで、サラリーマンと山崎はじめさんのやりとりが縦書きで台本みたいに書いてあるので、読書が苦手な私でも読めたので、これを買ってですね、カフェで読んであっという間にですね、2時間ぐらいで読み終わっちゃった記憶があります。この内容はですね、インデックス投資をおすすめするものになっていて、逆にですね、外貨預金とか保険とか、そういったおすすめしないものっていうのも書いてあって、これはいい、これは悪いっていうのがね書かれていて、初心者向けで非常に分かりやすいものです。株式投資始めたんだけどまだこの本読んでないよとか、なんか投資がそもそもよく分からんっていう方はですね、この本ちょっと内容古いですけど一番読みやすいかなって思いますのでね、ぜひ読んでみてください。本読むのね、大体皆さん苦手だと思うんですけど、私もね年に一冊本当読めるか読めないかぐらいで、本当読むの苦手なんですけど、今はですね、オーディオブックっていう画期的なものがねありますので、耳読できちゃうんですよね。で、Amazon のサービスでオーディブルっていうのがございます。私これめちゃめちゃ愛用してます。最初の30日間無料ですから、この本無料で聞けちゃいますので、ぜひ聞いてみてください。2ヶ月目以降も1500円ですけど、どんなに読書が苦手な人でも月10冊ぐらい軽くね耳読だったらできちゃいますので、ぜひ試してみていただければと思います。さらに今だけ限定で3ヶ月間無料キャンペーンを実施中です。プライム会員で7月25日までに新規申し込みされた方が対象になります。概要欄の URL、 こちらの QR コードからチェックしてください。ここだけの話なんですが、無料キャンペーン中にすぐ解約申し込みをしておくとですね、キャンペーン期間は短くならないんですが、その後自動課金されなくなりますので、それが一番お得な使い方かなと思います。3ヶ月あれば30冊ぐらいの本が聞けます。またオーディブルでは欲しかった本がなかったよっていう場合はですね、今 Kindle Unlimited も3ヶ月99円のキャンペーンを実施中なんですよね。今 Amazon オーディブルと Kindle Unlimited が熱いんですよ。こちらも QR コードまたは概要欄の URL から始めてください。まあ両方無料と99円なので、申し込みしておくのが吉ですね。こちら今だけのキャンペーンなので、見逃さずに申し込みしましょう。こういう株がね、下がってる時とかってすごく不安で、あーってなっちゃうんですけど、でも本をね、こう読んでいくとですね、過去の人たちがいろいろ経験したこととか書いてあって、こうすればいいってね、答えがもはやそこに書いてありますので、そういう時こそね、知識をインプットすると精神的に落ち着きます。また知識のレベルがアップしていくと自信もつきますので、ぜひお役立ちいただければと思います。
その本をね読み始めて2018年からインデックス投資始めました。私は楽天証券でやっています。で今持ってるね有価証券の合計が今売ったらいくらになるかっていうその時価がですね2500万円程度となっております。私はファイヤー目指しておりまして、ここをですね4800万円にしたらもうファイヤーしたいなっていうふうに思ってます。まだちょっとね先が長いですが頑張っていきたいと思います。これがですね今までどれだけじゃ増えたのって、今売ったらっていう時点だとプラス210万円ほどになっております。めっちゃ増えてんじゃん、羨まーというふうに思いますよね。でもこれね前もっと増えてたんですよ。今だとこれだって 10% ぐらいになってますけど、以前はですね500万円近く増えていました。去年の年末から下落相場になって減ってるんですよね。特にね前日比っていうふうにするとひどいですよ。前日比マイナス100万円ですよ。皆さん1日でお金が100万円も減ったらもうびっくりしちゃいますよね。私も株始めて最初の時にこういうふうにお金が減った時もびっくりしちゃって、1000円とか2000円減っただけでも心臓飛び出そうになったし、2万円とか減った時はもう株なんてにやらなきゃよかったっていうふうに思いました。でも今こうやってマイナス100万円とかなっても減ってるなーっていうふうに思うだけです。何しろですねもう2018年からやってるのでプラスになってますからね。プラス200万円になっていると。コロナショックの時もですねここのプラスっていうのはですねなんか一瞬マイナスになったことあったみたいなんですけど、そこまでねこう張り付いて見てるわけじゃないので、私が目撃自分の資産を目撃した時は一番下がった時プラス60万まで下がってましたね。でも今はねそこからまた盛り返してどんどん積み立て増やしていってこのぐらいの落ち着いてるということです。具体的にユミには何買ってるのってところも見ていきたいと思います。最初にですねさっきの本を読む前から個別の株式の投資っていうのをやってたんですよ。で個別のね株式の投資やっぱ損してばっかりで大体ですね損切りしました。で今残ってるのが2社の株なんですけど、1個めっちゃマイナスになってて、日本の株って置いといてもね増えたりしないんですよね。なのでどっかのタイミングでこの2個両方ともね売ってインデックス投資に変えたいなと思ってはいます。一応ですね2個目の方はプラス 150% ほどになってはいるんですけど、これ一番いい時は 200% あったんですよ、コロナ前は。でコロナ以降はね回復全然してないですし、日本株は本当に、ね、置いといても増えないです。日本の年収って IT バブルの時はピークでそこをね崩壊してからね、今はもうまだ回復してないので日本の景気は回復しません。なのでですね日本株をずっと持ち続けてもしょうがないので、経済成長してるアメリカとか全世界の株に変えていきたいなって思ってるんです。なんで今ですね下落しているので、ちょいちょいですね大きく下がった時はスポット買いしたりとかしてるんですけど、まあそういうのに活かしていこうかなと思ってます。で最初に買ったのがですね、先ほどの山崎さんじめさんの本に出ていた日清外国株式インデックスファンドっていうものですね。先進国のインデックスファンドになってます。当時はねこれが一番人気だったんですよね。あんまりねインデックスファンドの数も多くなかったんですよ。先進国のインデックスファンドっていうところで発展してる国の有名な会社を集めた株式パックになってるのが先進国のインデックスファンドっていうことです。一応もう少し説明しておくと、インデックスって指数なんですよね。日本だと日経225とかトピックスとかそういう指数がありまして、例えばトピックスだったら東証一部上場全部、日経225だったらその中の225社とか、そういういくつか集めて指数にしたものがあります。それをインデックスって言います。これをですね投資信託と ETF っていう2種類の買い方あるんですよね。それ別の動画で詳しく解説してあるので、わからない方ぜひそちら見てほしいんですけど、投資信託で買うとですね確定申告の手間がいらなかったりとか、かなり楽しにできます。投資信託っていうのは英語でファンドって言います。なのでインデックスファンドを買ってるっていうふうに皆さんよく言うんですね。で ETF の場合は上場投資信託といってですね、リアルタイム取引ができるんですけど、確定申告しないと税金取り戻せなかったりとか、複利効果を生むためにはもう一回自分で再分配しないといけないなど、ちょっと上級者向けです。なので今ね話聞いて始めてみようと思う方はインデックスファンド投資信託になりますね。積み立て NISA もですね ETF は買えなくて投資信託だけが買えます。まあ本当に楽ちんなんです。最初に買ったのがこの日清外国株式インデックスファンドでした。2018年から買ってるってことで、今下落しててもですねかなり増えていてプラス 56.32% っていう形で 1.5 倍になってますね。あとはですね当時トピックスも半分買ってたんですよね。本の中には日本のインデックス海外のインデックス半分ずつ買いましょうって書いてあったんで、トピックスも買ってました。でもですねさっき言った通り ETF って難しいんですよ。自分でなんか再投資しなきゃいけなかったってのが全然分かってなくてですね、福利効果埋めてなくて結構な年数経ってたのに全然増えてませんでした。また先ほど話した通り日本もね景気が全然回復してこないとですね、トピックスは ETF でちょっと面倒だしなかなか増えないっていうので途中で売却しました。その後はですねずっとあの VTI を買っています。私以前ですね厚切りジェイソンさんと一緒に日曜日の林先生の初耳学っていうテレビ番組に出演させていただきました。ここでですね VTI っていう全米インデックスファンドをおすすめさせていただいて解説もしました。私すごく VTI が好きです。厚切りジェイソンさんも VTI が大好きで盛り上がりました。この VTI っていうのをですねずっと買っています。
。 VTI って何かっていうと、全米の株を集めたインデックスファンドになっています。他に何があるかっていうと S&P500 っていうのもあって、これはアメリカの上位500社を集めたものです。 VTI の方は全米なので約3800社入っていて、上場してて買える株っていうのはほとんどカバーしてるんですよね。なので S&P500 よりより分散が効いてると。結構ですね、テスラが伸びたことによってですね、中小型株もですね、結構アメリカやっぱ伸びてくぞと、夢があるね、アメリカンドリームということでですね、 VTI かなり人気あります。他にもですね、人気のものとしては EMAX2SLIM 全世界株式インデックスファンド、オールカントリーと呼ばれるものもかなり人気です。これはより分散していて、もっと世界広く見てって、アメリカ以外の国も混ぜたものになっていますね。なので大体皆さんですね、米国の S&P500 か全米の VTI か、あとは全世界を買うっていうのが多いんじゃないかなと思います。全世界の場合はですね、指標としては MSCI アクビーというものになります。でですね、私じゃあ VTI めちゃめちゃ買いましたっていうことでですね、どういうふうに買ってるかっていうと、私が始めた2018年頃ってまだ積立NISAがそんな浸透してなくて出てたばかりだったので、 NISA 口座から始めました。 NISA 口座がいいか積立NISA口座がいいかって迷いますよね。ここですね、はっきりね、あの積立NISAって答えが出てます。別の動画でも解説しています。 NISA の解説と新 NISA の解説両方やっておりますので、ぜひそちらですね、始める前に見てください。結論、積立NISAをやってください。私の場合は最初積立NISA出たばっかりでまだ分かんなかったんで、NISAで始めちゃいまして、最初はね、NISAでやったんですけど、NISAが積立NISAっていうのは年度ごとに変えられますから、その後積立NISAの方に切り替えました。なので NISA 口座と積立口座が両方あるっていう形になってますね。この NISA 口座の方はね、5年間満期終わったらですね、特定口座の方に移管されます。特定口座って何かっていうとですね、NISA 口座や積立口座と違ってですね、利益を確定させた時に利益に対して 20.315% の税金がかかるっていう口座です。その中でもですね、確定申告が不要で勝手にですね、源泉徴収してくれるっていう楽ちんな口座になっているのが特定口座源泉ありというものです。ですので皆さんですね、積立にさえ入れたいなと思ったら必ずですね、特定口座作んないといけないんですけど、源泉徴収ありっていうものを選んでください。源泉徴収ありにしとけば確定申告ね、いらないので非常に楽です。でも利益がそんなになかったら自動でお金取られちゃったら、20万以下だったら本来別にスルーしてもいいところ、もったいないじゃんって言われる方いるんですけど、インデックス投資はね、20年間絶対売却していけない商品なんですよ。なので細かくですね、利確する個別株と違って細かい利益っていうのは拾わないので、そういったちっちゃい利益が発生することはありません。なので源泉徴収ありにしてください。という形で楽天証券なので、楽天 VTI をもう鬼のように買いましたね。結果ですね、特定口座と NISA 口座、積み立て口座にも大量の VTI があるという状態ですね。もう私の資産のほとんどは楽天 VTI になっています。楽天 VTI の方は一番古い NISA 口座の方で 1.5 倍ぐらいになってて、その後始めた積み立て NISA が 13% アップ、最近下落しているので一番金額が多い特定口座、新しいお金が一番入ってる方が 2% 増となっています。これからね、下がっていってなんとかショックとかあったらまたマイナスになる可能性もありますけども、まだ現状私はプラスになっています。最近始めた方はね、皆さんマイナスになってると思うんですけど、年数経ってくるとね、こういう風にプラスでひどい時も落ち着いてきますので大丈夫です。それでなんか最近下落してる下落してるって言うけど、それどれぐらいしてるのっていう話を見たいんですけど、そういうの見るときはですね、為替が影響がない元々の ETF の方を見ておくといいですね。例えば Google で S&P500 って検索するとこういった表が出てきます。このグラフをですね、最大っていうところにすると、一番取れるところから最大限のところ出てきまして、最初の方ちょろちょろしててだんだん上がったり下がったりを繰り返して、後半ガーッと上がってきたんだけど、今ちょっとですね、山が下がってるのが見えます。年初来ってところを押すと1月の初めからのが見れまして、こうやってね、右肩下がりに下がってるなっていうのが見えます。これじゃ全然増えてないなっていうふうに思うんですけど、さっきの最大のところを見れば右肩上がりでどんどん増えています。先ほども言いましたが、インデックス投資っていうのは20年間はですね、最低限やらないと意味がないものになってますので、短期的に考えず長期で見ていくっていうのが大事です。年初来のところで見るとですね、マイナス 23.39% という形で大きく落ちているっていうのが現状の下落ですね。ちなみにですね、全期間で見ると 3325% アップしていますね。すごいですね。5年間で見てもね、 50% アップしてるので、やっぱ長期で見るとね、結構上がります。でさっき20年間やらないと意味ないよって言ったものがどういうことかっていうとですね、投資っていうのはですね、長期的にやることでだんだんですね、プラスで収束していくんですよね。でいい時も悪い時もさっきの年初来のチャートみたいにあるんですよ。最初の1年間特に影響が出やすくてですね、こちらのグラフ見てほしいんですけど、上は 60% 以上、下は 50% 近くまで下がっちゃうんですよね。上がる可能性も下がる可能性もあるっていうのが5年間ぐらいは続きます。で5年以上過ぎてくるとですね、その下がり幅っていうのがちょっとずつ収まってきて、15年やってるとどんなに悪い時から始
始めてもプラテンするっていう風に過去の事例ではなっています。これ確率の話なんですかって言われるんですけど、これは過去200年とかの事例を元に出しているもので、まあ、今後もちろん変わることはあるんですけど、過去のひどい戦争とかも乗り越えていますし、世界はだんだん良くなってるので見てまあ問題ないかなと思います。20年以上になってくると 5% で落ち着いてきて、30年以上になってくると 10% 近くに収束していくっていうものになっています。ですのでプラスに落ち着くっていうのを考えると、20年以上はやらないとダメだよって話をしています。そうなってくるとですね、短期的に儲けられないのかっていう風になって、50代60代の方が短期的に儲ける方法とかを結構考え出しちゃうんですよね。そういう50代60代の方がこういった投資は向いてるのかっていう話をですね、別の動画で行っております。これから始める50代60代の方は投資はね、結構合う合わないあるんですよ。特に男性か女性かとかっていうのもありますので、ぜひこちらの動画を一度見てください。それでですね、私の資産の方に戻るんですけども、積立NISAの方がですね、どういうふうに増えたかっていうのも楽天証券が出してくれてるので見ます。こちら2年3ヶ月やっていて、現状資産としては100万円ほどあります。 13% ほど増えていて、12万ほどですね、積立NISAだけでも増えてるよと。この推移の表を見るとですね、全期間で見るとこういうふうにですね、直線で書いてあるところが元本の投資額でですね、それより上にあるのはもう全部利益ですね。でそこより下回っちゃうとマイナスになってるってことになります。最初の方は持ち合いしていてですね、接触したりマイナスになることもあるんですけど、途中2020年以降はですね増えています。去年の年末ぐらいから一旦ガクンとこう下がってね、ボコって穴が開いちゃってますけど、そっからまた増えはしていて、最近ですね相場がまた悪いので少し下がってるという感じです。でも見ていけばこのね、1000より上のところで利益が出てるんだなっていうのが見てね、落ち着きますね。なので皆さん、今年去年始めたよってことはこの最初の方の状況だと思いますので、持ち合いしてね、数万円ぐらいマイナスになるっていうことももちろんある。それで何年もやっていればこういう風にだんだん利益の方が増えていくっていうことですね。あとは確定拠出年金、イデコの方も私やっています。以前はですね、企業 DC、 会社に DC がありましたので企業型確定拠出年金やってました。でもですね、転職してなくなりましたので、イデコに切り替えました。切り替えた後の資産だけになりますが、100万円ほどあります。こちらはですね、投資額は80万円ほどだったのでプラス20万円ほど増えていて、 16.28% 増えている状況になっています。こちらもですね、 NISA と同様に推移を見ていくと、最初の頃はマイナスになっていることもあったんですけど、それ以降はですね、落ち着いてプラスになっています。これがですね、どういうところを境に落ち着くのかっていうと、やっぱ大きいね、コロナショックがあったんですけど、コロナショックのところもちゃんと積み立てで買い続けていたので、安くその分買えていたので、その後増えたっていう要因があります。なので私、本当ね、積み立て投資をおすすめしているんですけど、積み立て投資はですね、そういう下落の時もちゃんと勝手に買ってくれるので、メンタル関係なく買ってくれるので、その後増えやすいっていう風になります。株はですね、安い時に買った方が後々増えます。さっき投資は20年間やらなきゃいけないって話をしたんですけど、最初高くて最後下がっちゃうのが全然増えないパターンで、ずっと右肩上がりっていうのがまあまあで、最初すごく下がってて最後上がるっていうのが一番増えるパターンなんですね。なので今下落相場ですけど、そういう時こそちゃんと積み立てしていって買っていくっていうのが最後一番増えるっていう条件を満たすことになります。で、すでに以前から投資を始めてるよって方とか、まだ資金に余裕があるよっていう方はですね、積み立てNISAの上限以上に特定口座で投資額を増やしていくっていうのも手です。やっぱスポット投資はね、メンタル的な問題があってなかなか難しいので、今投資したのが正解だった不正解だったっていうのを気になっちゃってもうしょうがなくなっちゃいますので、下落相場で余裕がある場合は積み立て額を増やしていくっていうのがいいですね。今まで月5万円投資していたところを10万円にしてみるとか、まあそういう調整をしてみてもいいと思います。下落相場だから怖くなって投資金額を下げちゃうっていうのが一番良くないので気をつけましょう。そもそもですね、なんか仕事クビになったりとか投資を続けられなくなったっていう場合はしょうがないんですけど、なんか理由があるにしても、最低限積み立てNISAやイデコだけは続けておくようにしましょう。最近はですね、 FOMC の会議でアメリカの利上げが決定されたっていうのとかがあってですね、こういう風に株価が変動しています。こういうニュースっていうのを何年もやってるとね、もうしょっちゅうあるんですよ。もうそれいつもの話やんって思うんですけど、今回はですね、大きく利上げされたっていうところで問題になって最近相場が下がっています。で、利上げって何かっていうとですね、金利が上がることなんですけど、どうして金利を上げたのっていうとですね、アメリカのですね、物価がですね、だんだんインフレしてったんですね。物の値段がすごい上がってっちゃったと。このまま上がり続けていくと、給料の上がり幅よりもインフレの方が高いので、物を買えなくなってしまうよってなりますね。なのでですね、金利を上げることで企業がですね、お金を借り入れできなくなります。抑えるようになりますので、物価の上昇を抑えるという効果があります。なのでインフレを抑えるためにやっています。一方、日本はですね、デフレがまだまだ強くてですね、最近物の値段上がったよねとかっていうのも話出るんですけど、結局なんかそれは輸入製品が多いからっていうところもあって、日本自体で見るとやっぱデフレ傾向が強いですね。給料もアメリカと違って上がってないので、なかなかですね、金利を上げるっていうのは日本はちょっとやらないですね。そのまだまだデフレなので、インフレにやんなきゃいけないと。で、アメリカはですね、ここ20年で年収がなんと2倍に成長してるんです。
ですよね。ニューヨークとかだと年収2000万円あっても少ないって言われるそうなんですよ。なので、まあ日本はそれに比べるとかなり経済は停滞しています。だからこそ成長していくアメリカに投資していく。私は VTI が好きだっていう話をしたいんですね。VTI じゃなくても全世界に投資するのでもいいと思いますので、皆さんもですね、日本の経済の中で過ごしていたら輸入が多い都合上ですね、どんどん不利になってしまいますので、こういったインデックス投資を始めて、海外の人に働いていただいて、その恩恵を受けるっていう方に投資家に回っていくっていうのが大事になってきます。今後老後までに20年ある人っていうのはもう必ずインデックス投資始めた方がいいと思います。でインデックス投資ですけど、楽天証券を私ずっと使っていて非常に使いやすいので、その使い方、楽天証券の初期設定のやり方などもね、動画上げています。 SBI 証券も今解説しているところですので、今後上げていきますので、ぜひチャンネル登録して見ていただければと思います。投資の YouTube って難しいの多いんですけど、なるべくわかりやすく楽しくお伝えできるように引き続き頑張っていきますので、これからも見ていただければと思います。下落相場ですけど、皆さんこういう時こそ楽しさを増やして投資していきましょう。最後にお知らせです。私は普段積み立て NISA やイデコを活用したインデックス投資をおすすめしています。インデックス投資を始めるなら SBI 証券がおすすめです。 SBI 証券のメリット一つ目は、信託報酬が安い SBI V シリーズがあるという点です。二つ目はクレジットカード積み立てで毎月 0.5 から 1% のポイントがもらえるという点です。三つ目は投資信託を保有しているだけで毎月ポイントがもらえる点です。また楽天証券もおすすめです。楽天証券のメリット一つ目は、画面がとっても使いやすいという点です。メリット二つ目は、楽天経済圏の人にはスーパーポイントアッププログラムといって、楽天市場のお買い物が毎回 0.5% アップされる点です。さらに最近は au 株コム証券も紹介させていただきました。 au 株コム証券もクレジットカード積み立てで 1% のポイントがもらえるのに加えて、 au UQ モバイルユーザーの場合は最大 5% までもらえるポイントが増えるので、とってもお得です。概要欄に URL を載せておきますので、ぜひ証券口座を開設してインデックス投資を始めましょう。また私が作った動画の中で人気なのが、月5万円稼ぐ方法っていうモッピーやハピタスというポイントサイトを紹介した動画になっています。こちらですね、副業とか転職が大変だしめんどくさいなっていう方もですね、簡単に月5万円、そして総額100万円ぐらいを稼げてしまいますので、ぜひポイ活チャレンジしてみていただきたいと思います。こちらですね、紹介コードから始めると、モッピーだとプラス2000ポイント、ハピタスだとプラス1000ポイントもらえて、とってもお得ですので、概要欄の URL から始めてください。また私が普段ルームツアーしてる様子とかを見て、その商品どこで売ってるんですかって必ず聞かれるんですよね。そちらも概要欄の私の購入品っていうところから、私の楽天ルームが見れますので、普段購入しているものはそちらでチェックできます。そして私が今年一押しのサービスはオーディブルです。私は今まで本が全然読めなくてコンプレックスだったんですけど、今年からこのオーディブルっていう耳読できるサービスが紙サービスになってですね、こちらで月10冊本が耳読できるようになったんですよ。このサービスはですね、最初の30日は無料で本が聞き放題、さらに2ヶ月目以降もですね、月1500円で利用できるんですね。これで読書が苦手な人でも月10冊ぐらいは聞けちゃいますので、1個の本150円ぐらいで耳読で簡単に聞けちゃうっていう、めちゃめちゃお得なサービスです。なのでもっとお手軽に勉強していきたいよっていう方はですね、こちらのオーディブルをぜひ始めてみてください。こちらも概要欄に URL を載せておきますので、ぜひそちらから始めてください。さらに今だけ限定で3ヶ月間無料キャンペーンを実施中です。プライム会員で7月25日までに新規申し込みされた方が対象になります。概要欄の URL、 こちらの QR コードからチェックしてください。ここだけの話なんですが、無料キャンペーン中にすぐ解約申し込みをしておくとですね、キャンペーン期間は短くならないんですが、その後自動課金されなくなりますので、それが一番お得な使い方かなと思います。3ヶ月あれば30冊ぐらいの本が聞けます。またオーディブルでは欲しかった本がなかったよっていう場合はですね、今 Kindle Unlimited も3ヶ月99円のキャンペーンを実施中なんですよね。今 Amazon オーディブルと Kindle Unlimited が熱いんですよ。こちらも QR コードまたは概要欄の URL から始めてください。まあ両方無料と99円なので申し込みしておくのが吉ですね。こちら今だけのキャンペーンなので見逃さずに申し込みしましょう。また私はブログや Twitter もやっておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。本日の動画は以上です。皆さんありがとうございました。